メリーランド州はアメリカ合衆国東部の大西洋岸にあり、ワシントン DC に隣接して中部大西洋岸地域を構成する州の一つである。アメリカ合衆国50州の中で陸地面積では第42位、人口では第19位である。人口密度が高い。南と西はバージニア州、ウェストバージニア州、ワシントン DC に北はペンシルベニア州、 東はデラウェア州と接している。襲名の由来は当時イングランド国内で禁じられていたカトリック信仰の擁護者的存在になったヘンリエッタ・マリア・オブ・フランス王妃の名前であり、イギリス植民地時代に彼女の栄誉を称えて名付けられた。当時、直居で与えられた名前はテラ・マリエ、アングリス、メリーランドだった。ただし多くの歴史家は ジョージ・カルバートが1632年に死ぬ前にイエスの母マリアにちなんで名付けたと考えている。漢字表記はメリーランド。州とはアナポリス市、最大都市はボルティモア市である。世帯あたり収入の中央地では50州の中で最も高い州である。メリーランドはアメリカで最も古い州の一つで、16世紀初頭にはイタリア人が訪れ、 1608年イギリス人、ジョン・スミスがここを探検して地図に記している。1631年にチェサピーク湾のケント島に公益所が設置され、1631年から1634年にかけてイギリスのチャールズ一世がカルバート卿に領土を与えた。1691年6月から1715年5月までイギリスの王室領となった。 アメリカ独立戦争ではメリーランドの兵士は勇敢に戦った。ボルティモアに今も残るマクヘンリートリでは米英戦争の1814年に再び攻めてきたイギリス軍と25時間にわたる激しい戦いを繰り広げ頑強に耐え抜いた場所である。戦いの後に要塞に堂々とたなびく正常期を仰いでフランシス・スコット・キーが正常期という詩を読み、 それが1931年に現在のアメリカ国家となった。1783年11月から9ヶ月間はアナポリスの議事堂が国会議事堂となり、1784年1月にはその議事堂でパリ条約が批准されてアメリカ合衆国が正式に誕生した。その間事実上合衆国の首都であったわけで大統領のワシントンやジェファーソン、 モンド等の足跡がある。奴隷制度を保持していたが、1861から1865年の南北戦争では、リー将軍率いる南軍の北上を引き止め、北軍の一員として戦った。第2代ボルティモア男爵セシリブス、カルバート、メリーランド植民地の初代領主1629年、アイルランド貴族の初代ボルティモア男爵、ジョージ・カルバートが、 北のニューハンドランド島でアバロン植民地の経営に失敗した直後、国王チャールズ一世に後にメリーランド植民地となる地域の直居を申請した。カルバートはカトリック教徒であり、新世界にカトリック教徒のための安息地を作る望みがあったので、植民地創設に興味を抱いた。バージニア植民地でタバコを売って利益を上げたように、ここで利益を上げ、 ニューファンドランド島での失敗により被った損失を取り戻したいとも考えていた。ジョージ・カルバートは1632年4月に死んだが、メリーランド植民地に対する直虚は、1632年6月20日に、その息子第2代ボルティマー男爵セシリウス・カルバートが引き継いだ。この新植民地は、チャールズ1世の妻であるヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスに、ちなんで名付けられた可能性がある。 直居上に書かれていた名称はテラ・マリエ、アングリス、メリーランドとされていた。ラテン語のマリエは異端であるスペイン・イエズス・ス会のフアンデ・マリアナと関連付けられることもあって、ラテン語よりも英語の名前が好まれた。イギリスのカトリック教徒の逃避場とすることも目的の一つでメリーランドを設立したカルバート家はイングランドとその植民地で優勢なイングランド国教会に 従わないカトリック教徒開拓者やその他の信者を保護する法を成立させようとした。このことが1649年のメリーランド寛容法の成立につながった。これは宗派に関係なく信仰する権利を保障した最初の法律になった。メリーランドは開拓者を受け入れるためにジェームズタウンで始められたヘッドライトシステムと呼ばれる制度を使った。開拓者は 植民地に連れてきた人員一人ずつに50エーカーの土地が与えられた。これは開拓者、年期奉公者、奴隷によらず勘定された。1634年3月25日、ボルティモア教は最初の開拓者を現地に送り込んだ。この時の開拓者の多くはプロテスタントだったが、間もなくカトリック教徒が、 政治的に高い権限を獲得したことで、イギリス帝国の中でも数少ない領域の一つとなった。また、イングランドで有罪とされた囚人を年期奉公人として数多く送り込むための重要な目的地にもなった。メリーランドを定めた王室直去には、ポトマック川の全長にわたってその北岸から北緯40度線までと定められていた。チャールズ2世が、 ペンシルベニアの直虚を発行した時に問題が生じた。ペンシルベニア南側の境界はメリーランド北側境界である北緯40度線に一致していた。しかし、その直虚に使われた言葉を見ると、チャールズ2世とウィリアムペンが北緯40度線はニューキャッスルの近くを通るものと考えており、ペンはすでにそこを植民地の首都とする地に選んでいた。 この問題が1681年に発見された後は交渉が続いた。1682年、この問題を解決するための妥協案をチャールズ2世が提案した。それは以前メリーランドの一部だった現在のデラウェア州に対する追加直教ペンが受け取るというものだった。その後も問題は未解決のまま一世紀近くも論争が続いた。 メリーランドを支配するカルバート家の子孫とペンシルベニアを支配するペン家の子孫がその当事者だった。この紛争はペンシルベニアとメリーランドの境界紛争であるクレサップの戦争につながり1730年代に戦われた。1730年、資産権や法の執行に関する論争から一連の暴力事件が起こったことで、 敵対関係が始まり、その後の5年間で加速され、1736年にはメリーランドが、1737年にはペンシルベニアが軍隊を動員した。イギリスをージ2世の仲裁で1738年5月に武力衝突は終わり、急戦交渉が強制された。1732年には暫定行為にまで至った。交渉は1760年に調印された。 最終合意まで続いた。この合意によりメリーランドの境界は現在デラウェア州及びペンシルベニア州と共有しているものに定義された。メリーランドとペンシルベニアの境界はフィラデルフィア市の南端から南15マイルの線とされ、これがメイソン・ディクソン線と呼ばれるようになった。デラウェアとの境界はデルマーバ半島の半島横断線とニューキャッスル市を囲む12マイル円となった。 ボルティモアのマクヘンリートリデーの官報射撃を描いた絵画。これがアメリカ合衆国の国家正常期が作られる。景気になったバージニアがイングランド国境界を植民地の国境に指定すると多くのピューリタンがバージニアからメリーランドに流れてきた。彼らはプロビデンスと呼ばれた地に土地を与えられた。1650年、ピューリタンが領主政府に対して革命を起こして、 新政府を樹立し、カトリック教会もイングランド国教会も禁止した。1654年3月、第2代ボルティモア男爵セシリウス・カルバートが、ウィリアム・ストーン知事に指揮をさせて、軍隊を派遣し、この反乱を沈めようとしたが、後にセバーンの戦いと呼ばれるようになった、アナポリス近くでの戦闘で、決定的な敗北を起死した。このピューリタン革命で、 カトリック教徒を迫害しているとき、プロテスタントがメリーランド南部にあった当初のカトリック教会すべてを焼き払った。ピューリタン革命は1658年まで続いた。この年、カルバート家が植民地の支配を取り戻し、汎用法を再度執行した。しかし、1688年にイングランドで名誉革命が起こり、オラニエコウィリアムが王座について、 プロテスタント信仰を制度化するとメリーランドではカトリックを違法にした。この状態はアメリカ独立戦争が終わるまで続いた。裕福なカトリック教徒農園主はその領地内に礼拝堂を建設し人知れずその信仰を続けた。当初のメリーランド植民地ではセントメアリーズシティが最大の町であり1708年まで植民地政府が置かれていた。この町は 現在歴史的な場所とされ、小さな観光地になっている。1708年、首都はアナポリスと改名されていたプロビデンスに移された。改名されたのは1694年であり、当時デンマーク王女だったアンにちなんで名付けられた。アンは後にイングランドとスコットランドの女王となり、その地勢に大英帝国が作られた。メリーランドに入ってくる。 イングランド人植民地人の大半は年期奉公者としてであり、その北アメリカへの片道料金を払うために数年間労働者として働く必要があった。初期には年期奉公者とアフリカ人の隷あるいは労働者の線引きは不明瞭であり、白人と黒人の労働者が共に住み、共に働き、仲間を作っていた。白人の母に生まれた混血の子供たちは、 母系の原則によって自由とみなされ、それによって子供たちは母の社会的地位を引き継いだ。この奴隷法の原則は1662年にバージニアで始められ、全植民地で採用された。植民地時代、有色自由人の家族は白人女性とアフリカ系男性の結婚で作られることが多かった。自由国人の家族の多くは、 土地が安かったデラウェアに流れた。イングランドの経済が改善されたことで、植民地への年季方向者の流れが減少し、メリーランドの農園主は多くの奴隷を輸入し、人種的な階級社会が固まった。経済の成長と繁栄は、奴隷労働力に基づいており、まずは、換金作物としてのタバコ栽培に振り向けられた。 メリーランドはアメリカ独立戦争でイギリス支配に対して半径を翻した13植民地の一つとなった。1781年2月2日、メリーランドは連合規約を批准した13番目の州となった。このことによりアメリカ合衆国は統合され主権を持った国家になった。新しいアメリカ合衆国憲法を批准したのは7番目の州になった。 1790年12月、ワシントン DC に新しい首都を建設するため、メリーランド州は、ジョージ・ワシントン大統領が選んだ土地を連邦政府に寄付した。その土地は、モンゴメリー軍とプリンス・ジョージズ軍から削られ、また、バージニア州のフェアファックス軍とアレクサンドリア市からも寄贈された。しかし、バージニア州が寄贈した土地は後に返還された。米英戦争の時、 イギリス軍がマクヘンリートリデに守られているボルティモア港を占領しようとした。イギリス海軍がトリデを砲撃した時の印象からフランシス・スコット・キーが後に国家となった正常期を作詞した。ボルティモアハイオハヨ鉄道は国内で最初に認可された鉄道であり、1830年には最初の区間であるボルティモアとエリコットシティの間の定期運行が開始された。 1852年、東部海岸からオハイオ川にまで達した最初の路線となった。ボルチモアの開港に鉄道が接続されたことで、19世紀の産業革命期にメリーランド州はかなりの成長を見ることになった。南北戦争後は、ボルチモアとその周辺に多くの製造業が設立された。経済の変化、独立戦争以来の理想、さらには、 メソジストやクエーカーの牧師の説教に影響された州内の多くの農園主が独立戦争から20年間のうちに奴隷を解放していた。これはアップランドサウスではよく見られた現象であり自由国人の人口比率は独立戦争前の1%足らずから1810年まで23.9%にまで増加していた。アンティータムの戦い 1862年9月17日、2万3000人近い犠牲者を出し、南北戦争のみならず、アメリカ州の中でも1日の戦闘で最も多くの犠牲者を出した戦闘となった南北戦争1860年までに、州内のアフリカ系アメリカ人人口に対し 49.、49.1%が自由人となっていた。このことは南北戦争の間もメリーランド州が アメリカ合衆国に止まる力になった。さらに、州知事のトマス・ホーリデー・ヒックスが、州議会を暫定停止にし、ファイアイーターと呼ばれた、奴隷制度擁護派の議員を、エイブラハム・リンカーン大統領が、議会の再開前に逮捕させた。リンカーンは、フェデラルヒルに逮捕を据えて、ボルチモア氏を威嚇させ、新しく北軍寄りの知事と議員が選ばれるよう、促した。リンカーンは、 ボルチモア市長のジョージ・ウィリアム・ブラウンなど特定の南部よりの著名人や衆議会議員をマク・ヘンリー・トリデの監獄に収監させた。投獄された者の,の中にはフランシス・スコット・キーの孫も含まれていた。この戦争という危機にこれらの行動は合憲であるかについて歴史家たちは議論を続けている。ボルチモア・アンド・ハイオ鉄道のポトマック側にかかるトマス高架橋は 戦略的に重要とみなされ、北軍は戦争の全機関を通じて、その守備についた。1861年4月、連邦軍正規兵部隊と、州民兵の連隊が、ボルチモア市のベースンの東、フィラデルフィア・ウィルミントンボルチモア鉄道の、プレジデント・ストリート駅に到着した。この部隊は、ワシントン DC に向かうために、ボルチモア市を、 ボルチモア安動ハイオ鉄道、カムデン駅方向に行軍していたが、その途中でボートに襲われた。この事件はあと2861年のボルチモア暴動と呼ばれ、南北戦争では初の流血沙汰となった。この暴動で4人の兵士と12人の市民が殺された。リンカーンは北軍守備兵にこれ以上ボルチモア市を通過させないと約束し、 一方で危険にさらされている首都を守るために地域を確保させようとした。そのために首都防衛のための軍隊の大半は時間のかかる、回り道をせざるを得なくなった。マサチューセッツ州の民兵大将軍、ベンジャミン・フランクリン・バトラーは、ボルチモア暴動の知らせを聞いてから数日後に、セシル軍、ペリービルから、ハーフォード軍ハバード・グレースの間のサスケ・ナ川を渡す。 フィラデルフィア・ウィルミントンボルチモア鉄道のフェリーボートハリエットレーンを挑発した。暴動の起きた都市を避けるためにポートマック川を降り、アナポリス市のセバーンポイントにある海軍兵学校沖で一夜を過ごし、トマス・ホリデー・ヒックス州知事の講義にもかかわらず、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、ロードアイランド州から連れてきた民兵隊を上陸させた。そのために、 南部同庁舎から攻撃されないよう、海軍練習船のフリーゲート艦、アセス・コンスティチューションを引っ張ってさらに大きに止めていた。続いて、兵士の中から鉄道員やボイラーの行員を集め、操車場にあった小さな蒸気機関車を確保し、ボルチモアオハイオー鉄道アナポリス線をエリコットシティ近くの接続点まで進ませ、そこで、西は、ハーパーズフェリーに、南は、 ワシントン DC につながる本線に接続できた。それから間もなく北部の部隊はアメリカ合衆国議会議事堂近くの駅に到着し、その夜はまだ建設中だった議事堂ロタンダのドーム下で負傷者の世話をしながら宿営した。別の部隊はペンシルベニアアベニューを進み、大統領が歓喜と安堵感で出迎えたホワイトハウスの警備を強化した。 現在のアンティータム戦場後南北戦争の間にメリーランド州から出征した兵士11万5000人の中で8万5000人、77%は北軍に、残りは南軍に参戦した。北軍へのメリーランドの参入を確実にするためにリンカーン大統領は人身保護令状の発行などいくつかの市民の権利を停止させた。この停止命令は後に メリーランド生まれの最高裁判所長官ロジャー・トーニーによって違法と判断された。州内で戦われた戦闘の中で1862年9月17日にシャープスバーグ近くで起きたアンティータムの戦いが最大かつ最も重要なものとなった。この戦闘の結果は戦術的に引き分けであるが戦略的には 北軍の勝利であり、この戦争の転換運転になったと考えられている。メリーランド州は北軍に止まったので、反乱を起こした州にのみ適用された1863年、奴隷解放宣言の執行からは除外された。メリーランド州は1864年に憲法改定会議を開き、新憲法を制定した。その第24条は、奴隷制度を廃止するものだった。 1867年、アメリカ合衆国憲法に解放奴隷に対する選挙権を認める修正が成立し、メリーランド州は選挙権を非白人男性まで拡大した。南北戦争後戦争中は共和党が州の政治を支配したが、戦後は民主党の白人が急速に権限を取り戻し、共和党に変わった。1864年憲法に対する支持勢力が、 弱まり、民主党は1867年の憲法で置き換えた。アメリカ合衆国の北東部と中西部は産業革命の波が行き渡り、ボルチモアは拡大と繁栄を続けた。ジョーンズ・ホープキンス、エノック、プラット、ジョージ・ピーボディ、ヘンリー・ウォルターズなどボルチモアの事業家たちは、市内に教育、医療、文化施設を設立し、大学、図書館、音楽学校、 美術館などにその名前が残った。19世紀のメリーランド州ではカンバーランドが第二の都市だった。その付近から石炭、鉄鉱石、木材が豊富に供給された。鉄道、ナショナルロード、チェサピークオハイオ運河などとともに、これら資源がその成長を促した。ガラス、醸造、セニー、ブリキータなど製造業の中心だった。 19世紀末から20世紀初めの進歩主義時代、政治の分野でも労働者の労働条件でも改革が進められた。1892年から1908年までに成立した一連の法により、州が発行する投票用紙が標準となり、党の支援者が有権者の投票を援助をしないよう閉鎖型投票ブースを採用し、党のボスが候補者を選ばないよう予備選挙を導入し、 党の印がない候補者リストを使って文盲のものでも投票に参加できるようにした。1902年、州は鉱山労働者の労働条件を規制した。12歳未満の児童労働者を違法とし、義務教育への出席を強制し、国内初の労働災害保障を法制化した。この法は裁判所で一旦廃案とされたが、再提出され1910年に法として成立した。 1904年2月8日のボルチモア大火は、州内最大都市と州にとって大きな出来事になった。東北はニューヨーク市など多くの都市から駆けつけた消防士の数は1231人を超えた。火は30時間以上燃え続け、市内70ブロックにわたり、1526軒の建物が累上した。 1917年、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦したことで、メリーランド州にも変化が起きた。キャンプミードやアバティーン性能試験場などの新しい軍事施設が1917年に設立され、翌年にはエッジウッド武器庫が建設された。マクヘンリートリデなど既存施設は拡張された。世界恐慌の間、 州内の都市部と田園部は異なる経験をした。1932年、ボーナス軍隊が州内を通って、ワシントン DC まで更新した。フランクリン・ルーズベルト大統領が取った全国的なニューディール政策では、多くのものを道路や公園の建設に使ったが、これに加えてメリーランド州も苦難の時を乗り越える手段を取った。例えば1937年には、 学校や福祉のために使う目的で所得税を導入した。第二次世界大戦の時、ボルチモアは軍需品の主要生産地となった。その最大のものはリバーティ戦を建造したベスレヘムスチールのフェイフィールド造船所や航空機製造のグレン・マーティンだった。戦後のメリーランド州は、郊外部、特にボルチモアとワシントン DC を取り囲む地域が成長した。 コロンビアやモンゴメリービレッジでは農地が住宅地に転換された。同時に週間高速道路体系が建設され、特に95号線や495号線が交通の対応をはっきりと変えた。1952年、州の東半分と西半分が長大なチェサピーク湾橋で初めて結ばれ、フェリーの役目に変わった。この橋が オーシャンシティへの観光客を増やし、建設ブームになった。その後まもなく、ボルチモア高トンネルで、長距離を移動する者にとって、ボルチモア中心街をバイパスできるようになり、ハリーダ・ダブル・ナイス記念橋は、ワシントン DC をバイパスできるようにさせた。国内の都市と同じように、戦後のボルチモアでは、重工業が衰退した。 カルーブの東部海岸では大規模な機械化された養鶏場が主流になり考えを施された野菜農場もできた。州南部では20世紀の終わりまでにタバコ農園がほとんど姿を消した。これは郊外の住宅開発が進んだことと州がタバコの買い取りを進めたためだった。西部4軍の工業、鉄道、石炭工業は衰退した。 ボルチモア市は1960年代から都市再開発を進め、チャールズセンターやボルチモア世界貿易センターが作られた。1980年、バーバープレイスやボルチモア水族館ができて重要な観光地になった。野球場のカムデンヤーズが1992年に中心街にオープンした。メリーランド州の面積は12,406.68平方マイルあり、 ヨーロッパの国では、ベルギーの大きさに匹敵する。国内50州の中では、第42位であり、第43位のハワイ州と接近している。第41位は、西隣のウェストバージニア州であり、ほぼ2倍である。州内には多様な地形があり、アメリカのミニチュアというニックネームもある。東部の海層が点在する砂丘地帯から、チェサピーク湾に近い野生生物と、 沼杉が群がる、低湿地、ピードモント大地の大久林がある、穏やかにうねる、丘陵部、西部山岳地の松林まで様々である。ディープクリーク湖と周辺のアパラチア山脈、ガレット軍国内最大の入り江、かつ州内最大の水域である、チェサピーク湾朝赤湿地北は、ペンシルベニア州、西は、ウェストバージニア州、東は、デラウェア州に接し、大西洋に面する。 南はポトマック川を隔てて、ウェストバージニア州とバージニア州と接する。ポトマック川の中域、メリーランド州側にはワシントン DC がある。その場所はもともとモンゴメリー軍とプリンスジョージズ軍に属し、ジョージタウンの町を含め、1790年にコロンビア特別区を作るために連邦政府に譲渡された。同時にポトマック川の南岸。 アレクサンドリア州を含むバージニア州の部分も譲渡されたが1840年代に返還された。チェサピーク湾が集中王を二分している。湾の東にある軍部は集合的に東海岸部と呼ばれる。パタプスコ川、有名なトマス高下鉄道橋がかかり、パタプスコバレー州立公園に入っている。チェサピーク湾に注ぐ前にインナーハーバーを形成している。 州内の水路の大半は、チェサピーク湾の水域に属している。州最西,西タンガレット群のほんの小さな部分は、ヨカゲニー川からミシシッピ川まで流れていく。南東部ルスター群の東半分からは、大西洋岸にある湾に流れ、北西宮の小部分からは、デラウェア川に流れる。地理的にも、経済生活でもチェサピーク湾は、州内の大きな存在なので、 州の公式ニックネームをバンの州とする提案が何度か行われてきた。ただし、このニックネームは昔からマサチューセッツ州に使われているものである。州内最高地点はガレット郡の南西郡ウェストバージニア州との宗教やポトマック川北支流の水源に近いバックボーン山のホイクレストであり、標高は三百六十フィートである。州の生誕から 横幅の3分の1程度、ハンコックという小さな町の近くでは、宗教に挟まれた南北の幅が1.83マイルしかなく、メリーランド州は最も細い州になっている。北はペンシルベニア州とのメイソン・ディクソン線であり、南はポトマック川の北向き円湖になっている。州内の部分は公式にも非公式にも様々な地陸分に加えられている。 例えば、デルマーバ半島は、州東海岸部、デラウェア州の全体、及びバージニア州東海岸部に軍で構成されている。州西側の軍は、アパラチア地方にあるとみなされている。ボルチモアワシントン回廊の大半は、海岸平原のピードモント大地南にあり、その二つの領域の境目にある。メリーランド州の地形で、特徴的なのは、自然湖がないことである。 ただし、池は数多くある。最終表記に氷河の先端がメリーランドまでは達していなかったので、北の州にあるような深い自然湖を作り出さなかった。人工湖は多く、生誕のガレット群にある貯水地ディープクリーク湖が最大である。氷河の影響を受けなかったことで、土壌は砂や泥が多く、北方や北東に見られる岩の多い土壌とは異なっている。参照。 メリーランド州の軍一覧メリーランド州の軍、ハイチズ州人口の大半は、ワシントン DC 周辺の都市や郊外部、また州内最大都市ボルチモアとその周辺に集中している。昔からこれら多くの都市は、川や小川が急流となり、あるいは滝となる点をつないだ、滝線に沿って発達してきた。州とアナポリスは例外であり、チェサピーク湾近くにあって、 それに注ぐセバーン川の岸にある。その他の人口集中部としては、州東部、南部、西部には、田園部が残るが、その中にも、東海岸部のソウルズベリー、オーシャンシティ、南部のレキシントンパーク、ウォルドーフ、西部のカンバーランド各市などの地域にとって、重要な都市が点在している。 人文地理的な区分メリーランド州は境界州としての歴史があるのでアメリカ合衆国北部と東南部双方の性格を合わせ持っている。ウェストバージニア州東パンハンドル部とペンシルベニア州に挟まれた州西部はアパラチアン文化がある。南部と東海岸部は南部の文化が強い。人口の多いボルチモア市やワシントン DC から外側に広がる中央部は アメリカ合衆国北東部の文化が浸透している。アメリカ合衆国国政調査局は大西洋岸南部に分類しているが他の連邦機関、メディア、また住民も大西洋岸中部、あるいはアメリカ合衆国北東部に分類するのが通常である。メリーランド州は標高の違い、水域との接近度、また山を下る風から守られている程度の違いによって 様々な気候を呈している。州の東半分は大西洋岸平原にあり、大変平坦な地形と砂や泥の多い土壌である。この地域は温暖湿潤気候にあり、暑く湿気た夏と短く温暖から冷涼な冬が特徴である。アメリカ合衆国のオムショーの植物、体幹性区分では8エに属している。この地域にある都市としては、ソールズベリー、アナポリス、 オーシャンシティ、および、ワシントン DC とボルチモアの南部と東部の郊外がある。パタクセントガーカーディナルイリエシッチの夕日その東には、ピードモント大地があり、冬の降雪量は20インチを超え、農務省の植物体幹性区分では7ビットと 7A に属している。気温が、下肢10度を下回るのは稀である。カンバーランドバレーから、西は湿潤大陸性気候への移行が始まる。 この地域には、ボルチモア大都市圏の北部と、西部、ウェストミンスター、ゲーザースバーグ、フレデリック、ヘーガーズタウンが含まれる。さらに西は、アリゲーニー軍やガレット軍の標高が高い地域であり、湿潤大陸性気候の性格が強くなる。ペンシルベニア州の南中部の気候に似ている。カンバーランド市は、アルトゥーナの和体テレビ気象センターによる地域都市の一つに挙げられている。 農務省の植物体幹性区分では6ビットとそれ以下に属している。降水量はアメリカ合衆国先海岸の特性と同様である。年間降水量は35インチから45インチであり、高度が高い地方で多い。ほとんどの地域で月間降水量は3.5インチから4.5インチである。年間降雪量は海岸地域の9インチから 西部山岳地の100インチまで幅がある。大西洋岸に近いので熱帯低気圧の影響を受けやすいが、デルマーバ半島や南のノースカロライナ州アウターバンクスが干渉となり、カテゴリー3を超えるハリケーンに襲われることは大変稀である。ただし海無ではない。海岸に上陸、または接近して勢力を落とした熱帯低気圧の名残に襲われることはある。 雷雨が起こるのは年間平均30ないし40日であり、竜巻はネオ平均で6回発生している。メリーランド州は東海岸にある州と同様に植物が豊富で繁殖している。年間雨量が適度にあることで小さなものは海藻や各種ヨシから大きなものはホワイトオークが巨大になったワイオークまで多種の植物を茂らせている。 ワイオークは高さ70フィートを超えることもある。大西洋岸中部海岸林は、大西洋岸平原南東部に典型的なものであり、チェサピーク湾沿岸やデルマーバ半島に育っている。それより西では、北東海岸林と南東混合林が混合し、州中央部を追っている。さらに西のアパラチア山脈には、アパラチアンブルーリッジ林がある。 ウェストバージニア州との宗教近くでは、アパラチアン中性根合林に変わっていく。州内で多くの外来植物が栽培されており、観賞用や贈答用もある。暖かい地域ではサルスベリ、イタリアイトスギ、ライブオークがあり、さらに暖かい中部や東部では、ヤシの木も見られる。農務省の植物体幹性区分では、州西端で5と6、中央部で7、南部海岸、 湾岸、ボルチモア大都市圏の一部で蜂となっている。クズ、ニワウルシ、ノイバラ、アシボソなど外来種が固有種の成長を抑えている。州下であるブラックアイドスーザンは、州内どこでも野草の中に豊富に見られる。州の昆虫であるボルチモアヒョウモンモドキはその南限に近いのであまり見られない。州内では435種の鳥が観測されている。 野生のチンコティーグポニー、アサティーグ島周内には多数の鹿がおり、特に州西部の森林や山岳部で多く、年々過繁殖が問題になってきている。哺乳類は西部の山岳地から中央部まで見られ、クマ、ボブキャット、キツネ、コヨーテ、アライグマ、カワウソがいる。アサティーグ島では個体数が減った野生馬がいる。 毎年7月の最終週に野生馬が捕獲され、アサイワンを渡してバージニア州チンコティーグで売却されている。この保存手段によりこの小さな島が馬で溢れないようにされている。このポニーとその販売については子供向けの図書、チンコティーグのミスティに紹介された。南線から逃げ出した馬の子孫と考えられている。純血種のチェサピークベイレトリーバーは、 ウォータースポーツ、狩猟、創作、球場用に飼われている。1878年、アメリカンケネルクラブが認定した、最初のレトリーバー種となった。爬虫類と両生類では、ダイヤモンドガメが特筆され、メリーランド大学カレッジパーク校のマスコットになっている。ボルチモアムクドリモドキの生息域であり、州の公式庁に指定され、 メジャーリーグベースボールのボルチモアオリオールズはチーム名とマスコットに使っている。2007年、フォーブスドットコムは国内で緑豊かな州の第5位にメリーランド州を指定した。上位には太平洋岸3州とバーモント州が来ていた。エネルギー消費量では国内第40位であり、2005年では1人当たり有害廃棄物量で国内第7位だった。 2007年4月、温室効果ガス排出を減らすための北東部の州すべてとワシントン DC 及びカナダの3州で構成する地域温室効果ガスイニシアティブのメンバーになった。メリーランド州は構造プレートや地震帯から遠いために地震は稀である。起こったとしても小さいが勇敢の地震はあった。2011年に起きたマグニチュード5のバージニア地震は 州全体でいくらか感じられた。州内のビルは耐震設計が施されておらず、簡単に壊れる可能性もある。国立公園局の管理及び保護下にある地域は以下の通りである。メリーランド州の人口密度図2012年7月1日時点で、メリーランド州人口は588万4563と推計され、 2010年国勢調査からは1.9%増加した。2006年時点では人口561万5727人と推計され、前年より2万6128人0.5%増加し、2000年国勢調査からは31万9221人6.0%増加していた。 2000年と比較すると189,158人の自然増、並びに、州内への移住者、純増116,713人が、含まれている。アメリカ合衆国外からの移住で129,730人、増加し、合衆国内部への移住で13,017人、減少した。2006年時点、外国生まれは645,744人であり、 主にラテンアメリカ及びアジアから来ていた。このうち約4.0%はビザを持たない不法在留外国人である。韓国系アメリカ人の人口が多い。アジア系アメリカ人がほぼ6.0%いるのに対し、韓国系アメリカ人は1.7%である。メリーランド州の人口の多くはボルチモアワシントン大都市圏内のボルチモア都市圏とワシントントン都市圏に住んでいる。 東海岸部は人口が少ない田園部であり、西部や南部も同様である。西部のアリゲーニー郡とガレット郡は山が多く人口が少ない。メリーランド州よりもウェストバージニア州に類似している。アフリカ系アメリカ人の割合は18世紀のタバコ栽培上生産高がピークに達した頃ほど高くないが、メリーランド州には今でも新南部以外の州では、 最大の黒人人口を有している。メリーランド州の人口重心はアナランデル軍及びハワード軍の軍境にあるジェサップという未編入の町にある。2011年推計によればメリーランド州の人種による人口構成は次のようになっている。メリーランド州で申告された祖先祖先による構成比はドイツ系、アイルランド系、イギリス系、アメリカ人。 イタリア系だった1970年の国勢調査ではアフリカ系アメリカ人人口構成比を17.8%、ヒヒスパニック白人80.4%と報告していた。アフリカ系アメリカ人は2010年で30%となっており、これにはナイジェリアのイグボ族移民が含まれている。アフリカ系アメリカ人は州全体に多く住んでいるが、特に ボルチモア市、プリンス・ジョージズ軍、チャールズ軍、ランドールズタウン、東海岸部南部に多い。2011年時点で1歳未満の幼児の58.0%は少数民族の両親に生まれていた。東海岸部と南部はイギリス人を祖先とするものが多く、東海岸部は伝統的にメソジスト、南部はカトリック教徒が多い。西部と北部は ドイツ系アメリカ人が多い。イタリア系、ポーランド系、チェコ系、ギリシャ系は、主に大都市のボルチモアに集中している。ヒスパニック系は、ハイアッツビル、ラングレーパーク、ウィートン、ブラーデンスバーグ、リバーデール、ゲイサーズバーグ、東ボルチモアのハイランドタウンに多い。エルサルバドル系が、ヒスパニックの中では最大である。他に、そこそこの人口があるものとして、 メキシコ系とプエルトリコ系がある。エルサルバドル系がワシントン DC を中心とした地域に多いのに対し、プエルトリコ系はボルチモア地域に集中し、他のヒスパニック系もこの2つの大都市圏の間に分散している。ヒスパニック系の多様さについては国内でも最大級であり、カリブ海や中央アメリカの国々からかなりの人々が移住してきている。ユダヤ系は モンゴメリー軍とボルチモア北西のパイクスビルおよびオーウィングスミルズに多い。アジア系アメリカ人はワシントン DC を取り巻く郊外軍に集中し、特に韓国系と台湾系はロックビルに、フィリピン系はフォートワシントンにコミュニティがある。インド系も特に中央部に多い。セントメアリーズ軍、ガレット軍、ワシントン軍ではアーミッシュやメノナイトの集落も見られる。 少数民族比率の多さでは国内第5位である。ボルティモア・バシリカ国内初のローマ・カトリック大聖堂建築家ベンジャミン・ヘンリー・ラトローブの傑作とみなされているメリーランド州はイングランドで少数派だったローマ・カトリック教徒にとって宗教的寛容さを与えるために設立された。しかし、イギリスの議会はその政策を覆しメリーランドでカトリック信仰を排除した。 移民の構成によってメリーランド州は植民地時代からカトリック教徒が多数にはならなかった。それでもカトリックは単一宗派として最大である。2000年時点で RCMS によればカトリック教徒が95万2389人で第1位、信徒数の第2位はメインラインプロテスタント、第3位は福音主義プロテスタントである。ユダヤ教は シン数数24万千人、人口構成比4.3%であり、ヒキリスト教としては最大である。プロテスタントが多数派であるが、国内ではカトリックの伝統が強い州である。これには植民地領主のジョージ・カルバートがイングランドカトリック教徒の安息地とすることを目指したことが関わっている。ボルチモアは国内初のカトリック主教がついたところであり、エミッツバーグは アメリカ初の聖人戦とエリザベス・アンシートンが生まれ、埋葬された場所である。最初のカトリック系大学ジョージ・タウン大学は1789年に、州内に設立された。ボルチモアにある聖母マリア飛翔天シリカは、国内初のローマカトリック大聖堂であり、ボルチモア大司教は正式な議会ではないが、議事的な職位であり、数奇教と呼ばれることも多い。 もともとこの州には、コノイ族、デラウェア族、ナンチコーク族、チョプタイク族、ポコモケ族、ポーハタン族、小ー,ー族、サスケハンナ族などが潜入し、ビグワムの集落を形成し、農耕生活を営んでいた。最初期から、イギリス人入植者の侵略を受け、幾多の領土をめぐる戦いによって弱体化した。同州のインディアン部族は、黒人奴隷を部族員として迎え入れ、 根血が増加した。これを受けて、州政府は、一滴規定をもとに、これらをインディアンと認めず、19世紀末に、インディアン保留地の保留を解消し、同州の部族を全て解体して、絶滅扱いとした。ピスカタウェイ族の呪いしたアーキータ役は、連邦、州の扱いに対し、徹底抗議運動を続けた、運動家だった。 彼は、部族の墳墓遺跡もやおねの開発を阻止するため、ピスカタウェイ国立公園の創設を内務省に働きかけ、また、その見返りとして、ピスカタウェイ族の同志への自由往来と、自分が死んだら、この墳墓へ埋葬するよう、約束を取り付けた。ターキー州長は、アメリカインディアン運動と共闘し、ラムビー族、ポーハタン族、 南地高区族など周辺部族の権利回復運動をまとめ、また1974年にピスカタウェイこの遺族法人組織を結成した。1978年に白血病で死の床に伏したターキーは、モヤオネ墳墓遺跡に埋葬してくれとの内務省ビアとの約束を遺言に残した。しかし、彼の遺体を墳墓に埋葬するためのグラディス・スペルマンの ギアンは合衆国議会で否決され、ポール・サーベーンズ上院議員や全米インディアン国民会議の支援でターキー州長の埋葬が実現したのはようやく1年後になってからだった。彼の埋葬場所には目印に赤杉が植えられた。ターキー州長の運動は受け継がれ、1990年代後半にはメリーランド州に任命された警府学者たちによる 調査委員会によってピスカタウェイ族の共同体からの異議申し立てが認められ2007年8月29日にはクリストファー・グッドウィン博士らによってインディアンとしての決闘を有効とする証言書が提出されたこれがピスカタウェイ族の連邦公認要求に有利なものになるかどうかはわからない同州ランドオーバーに本拠地を持つプロスポーツチームのワシントン・レッドスキンズは インディアン選手の肖像をチームマークとし赤い肌というインディアンに対する差別号をチーム名としている。全米のインディアン団体はこの名称の撤廃を求め、数十年来の激しい抗議を NCWA 並びに同チームに寄せているが、同チームはこれに応じる姿勢を見せていない。現在、この週にアメリカ連邦政府が認定しているインディアン部族はない。彼らは、 保留地を持てず、部族単位では存在しないことになっている。アメリカ連邦政府に公式認定を要求中のインディアン部族19世紀も末になると、連邦とメリーランド州政府は、黒人と根結した同州のインディアンたちを、アメリカ合衆国に住んでいる人間を、一滴でも黒人の地が入ったら、もう黒人であると規定する、一滴規定に基づき、人種的にインディアンから、ニグロ、 または、ムラートあるいは、ブラックになったとした。彼らは、ジムクロー法の対象となり、自由身分の色付き、または、自由身分の黒人という扱いで、出生証明書に記載された。インディアンではなくなったことになったメリーランド州の元、インディアンはインディアン条約をすべて破棄され、二十世紀までには、べて、保留地領有をはじめとするインディアンの権利を剥奪された。 同州では、インディアン部族は存在しないことになっており、現在のところインディアン部族が運営する、インディアンカジノは一件もない。州のスロットマシン導入方針で、他州の連邦認定インディアン部族による、インディアンカジノが設立される可能性はある。メリーランド州4分の1ドル高下利面、アナポリスの集会機自動ドームが描かれている、メリーランド州政府は、 メリーランド州憲法に従って運営されている。他の49州と同様アメリカ合衆国憲法に規定されることを除き、州内の事情について排他的権限を持っている。三県が分立されている。行政府、立法府、司法府である。州議会は会員と上院の両院制である。州知事は他の州とは異なり予算について、 かなりの権限が与えられている。議会は知事が提案する予算支出を増やすことが許されていない。他州とは異なり多くの軍にかなりの自治権が認められている。政府の事業の大半は州とアナポリスで遂行されている。事実上州と軍の全選挙は読んで割り切れない、偶数年に行われている。このことでアメリカ合衆国大統領選挙とは別の年に、 選挙が行われ、州と連邦の政治を分けることが意図されている。司法府は、各軍とボルチモア市にある、州統合区裁判所と、各軍とボルチモア市にある24の巡回裁判所があり、巡回裁判所は、訴訟額3万ドル以上の民事事件すべて、公平法上の訴訟すべて、重要な刑事事件を扱う一般的裁判所である。中間控訴裁判所は、 特別控訴裁判所と呼ばれ、州最高裁判所は控訴裁判所と呼ばれる。控訴裁判所の判事は赤いローブをまとうことで国内でも唯一の存在である。南北戦争以前からメリーランド州の選挙は民主党によって支配されてきており、当時の投稿量がかなり変わっても同様だった。州全体の選挙はボルチモア氏と人口が多いワシントン DC 周辺の 郊外軍、すなわち、モンゴメリー軍とプリンスジョージズ軍の影響が強い。州人口の43%がこれらの地域に住んでおり、それぞれが民主党への組織票を維持してきた。ボルチモア氏とプリンスジョージズ軍のアフリカ系アメリカ人、プリンスジョージズ軍とモンゴメリー軍の連邦政府職員、モンゴメリー軍の工学歴者がこれに該当する。州の他の部分、特に西部や、 東海岸部は共和党への支持が強い。スピロ・アグニュー、元アメリカ合衆国副大統領、建国以来メリーランド州出身の政治家としては、最高位についた指導者、最近15回のアメリカ合衆国大統領選挙では一貫して民主党候補を支持してきており、平均支持率差は15.4%だった。1980年には、 ジミー・カーターを選んだ6州の一つだった。近年は民主党候補にとって最も頼れる州になっている。1992年、ビル・クリントンは出身州であるアーカンソー州以外ではどの州よりもメリーランド州での支持率が高かった。1996年ではクリントン支持率で第6位であり、2000年のアルゴア支持率で第4位。 2004年のジョン・ケリー支持率で第5位だった。2008年は州内でバラク・オバマが61.9%の支持を得て10人の選挙人票を得た。対するジョン・マケインは36.5%に止まった。共和党は西部と東部の軍では大差で勝利しているが人口の多い地域民主党主軸のボルチモア・ワシントンではほとんど勝てない。 例えば2008年、ジョン・マケインは17軍を制し、対するオバマは6軍を制しただけだった。オバマは、ボルチモア氏も制した。マケインは、西部と東部の軍で2対1以上の得票差で、制したが、ボルチモア氏とワシントン DC 周辺の軍では全く、勝てなかった。大型軍の内アナ・ランデル軍以外はすべてオバマが、制した。 メリーランド州選出のアメリカ合衆国上院議員二人と会議員八人のうち七人は民主党員であり、衆議会では民主党が絶対多数を占めている。前知事、ロバート・アーリックは40年ぶりの共和党知事となり、一期を務めただけで民主党員のボルチモア市長マーティン・ジェイオ・マリーにその座を明け渡した。アーリックは2010年にも再出馬したが、 オマリーに再度敗れた。アメリカ合衆国会議員スティニー・ホイヤーは、第110議会の多数派院内総務に選ばれて2007年から2011年まで、務めた。その選挙区には、アナランデル軍とプリンス・ジョージズ軍の一部、州南部のチャールズ軍、カルバート軍、セント・メアリーズ軍の全部が含まれている。メリーランド州は、民主党の強固な地盤だが、最も著名な政治家は、 共和党のスピロ・アグニュー元知事であり、リチャード・ニクソン政権ではアメリカ合衆国副大統領を務めた。アグニューはメリーランド州知事時代に賄賂を受け取っていたことが暴露され副大統領を辞任した。1973年後半、アグニューは税法違反で有罪となった。2010年の選挙では共和党が多くの軍を制し、民主党は ボルチモア氏を含む8軍の支配に止まった。2013年3月に死刑廃止法案が衆議会を通過し、2013年5月2日に州知事のマーチン・オマリーが法案に署名したことにより死刑制度が廃止された。ボルチモアとアメリカ合衆国商務省経済分析局は2006年のメリーランド州の州、総生産口が2570億米ドルであると、 推計した。しかし、メリーランド州は GDP のような成長指数だけでなく、州の発展を導くために、福祉の指数である純粋進展指数を用いてきた。国勢調査局統計では、2009年の世帯あたり、収入中央値が69,272ドルとなり、全米一の裕福な州である。軍の単位では、ハワード軍が第位、モンゴメリー軍が 第10位だった。また、貧困線以下の人口比率は7.8%であり、全米最小である。2006年の一人当たりの収入は合衆国内で5番目に位置する43,500米ドルだった。2012年3月時点で失業率は6.6%だった。メリーランド州の経済活動は第三次サービス産業に強く集中しており、 その地理的な位置づきに強く影響されている。サービス産業の一つが輸送業であり、ボルチモア港を中心に鉄道とトタックが組み合わされている。港の2008年の取扱い貨物量は国内第17位だった。取り扱う製品は多様であるが、最も多い輸入品は鉄鉱石、石油、砂糖、肥料など原材料やバラズミミ資材であり。 陸の輸送機関を介して、内陸中西部の比較的近い工業地帯に配送されるものが多い。いくつかのブランドの自動車も輸入しており、その数では国内第2位である。サービス産業の二つ目は、ワシントン DC の連邦政府に近いという位置づけを活かしたものであり、防衛、航空産業やバイオ研究所などの技術や管理の業務があり、 またボルチモア、ワシントン DC 地域の郊外部あるいは準航外部にある政府の支所の職員がいる。さらに多くの教育や医療の研究機関がある。ジョンズ・ホプキンス大学とその医療研究施設の様々な部門がボルチモア地域では最大の雇用種である。またホワイトカラーの技術、管理職が州内労働力の25%を占めており、 連邦政府職員の比率が高いワシントン、大都市圏に属していることが寄与している。食品加工業も大きい。チェサピーク湾を中心とする商業漁業が大きな要素であるが、大西洋沿岸漁業も含まれている。漁獲対象はワタリガニ、カキ、シマスズキ、メンハーデンなどである。チェサピーク湾の野生生物保護区では越冬する水鳥も多い。 これが観光の対象になっている。農業は、集計済の重要部分である、州内海岸部とピードモント大地には、広い肥沃な農地があるが、都市化によって徐々に侵食されてきている。山岳部のふもとやピードモント大地では、落農が盛んであり、近くの大都市に乳製品を送るほか、キュウリ、スイカ、スイートコーン、トマト、マスクメロン、カボチャ、 マメ類など生鮮野菜を栽培している。さらにチェサピーク湾西岸の南部群は暖かいので、タバコが植民地時代以来の換金作物だったが、1990年代に州政府が買い上げるようになって大きく衰退してきた。南東部には機械化された大型養鶏場もある。ソウルズベリーにはパーデュー農園がある。州内の食品加工工場は産出額で、 州内でも最も重要な製造業である。製造業は売り上げが大きいがかなり多様化しているためにその一部門で全体の20%を超えるようなものはない。点鉄的な製造部門は電子工業、コンピュータ機器、化学品である。かつては主要金属が主力であり、スパローズポイントには世界最大の製鉄所があった時もあった。 この製鉄所は現在もあるが、海外との競争に押されて破産し、会社は併合された。第二次世界大戦中、グレン・マーティン社の航空機工場は4万人ほどを雇用していた。現在以外の工業は事実上石炭に限られ、鉱山は中西部の山岳地にある。東部の褐色砂岩採石場は、ボルチモアやワシントンで19世紀半ばの建築に強く影響を与え、 かつては最大の自然資源だった。州内には小さな金鉱山があったこともあり、しかもワシントンの近くだったが、現在は残っていない。ボルチモワ氏は国内第8位の港であり、2006年にドバイポーツワールド社の取引に関する論争では戦略的に重要な位置づけにあったので、その中心になった。州全体の工業化が進んでおり、 経済の公共と影響力のある技術の中心である。コンピュータ産業は国内でも進化しており、連邦政府はこの地域に大きな投資をしてきた。また州内にはいくつかの大きな軍事基地があり、政府関連の仕事も多い。メリーランド州の所得税は個人収入に応じて2%から6.25%の累進課税方式である。 オルチモア氏と23軍は1.25%から3.2%の抱き合わせ地方税を加算している。地方政府は税率を設定し、歳入は市販期ごとに地方政府に戻される。最大9.45%の税率は国内の州と地方政府の税率の中で5番目に高い。最高はニューヨーク市の11.35%、続いて カリフォルニア州の10.3%、ロードアイランド州の9.9%、バーモント州の9.5%となっている。消費税率は6%である。不動産はすべて資産税の対象になる。宗教、事前、教育団体あるいは連邦政府、州、地方政府が所有する資産は免税である。資産税率は幅がある。資産税に制限や上限はなく、 都市や軍が行政を行うために必要とみなす税率を設定できる。毎年増減あるいは同率に保持することもできる。税収の総額を上げるために税率を上げるならば政府はそのことを広告し新しい税率について公聴会を開かねばならない。これは工場税率制度と呼ばれている。メリーランド州は生命科学の研究と開発の中心である。 州内に400以上のバイオテクノロジー会社があり、国内第4位の集積である。州内にある研究と開発に関連する研究所や政府機関としては、ジョンズ・ホップキンス大学、ジョンズ・ホップキンス応用物理研究所、メリーランド大学の各キャンパス、コダード宇宙飛行センター、アメリカ合衆国国政調査局、アメリカ国立衛生研究所、アメリカ国立標準技術研究所、 国立精神医学研究所、アメリカ食品医薬品局、ハワード・ヒューズ医療研究所、セレラゲノミックス社、ヒューマンゲノム科学、ジェイ・クレイグ・ベンター研究所、メド・インミューンガール。大統領専用機エアフォースワンの拠点であり、日本をはじめた国政府専用機も利用する、アンドルーズ空軍基地、ホート・ジョージ・ジー・ミードに、アメリカ国家安全保障局、アナポリスに、海軍兵学校、 オートデトリックに陸軍感染症医学研究所がある。2008年11月6日、メリーランド州は州選挙で有権者が認可した公式委員会の承認要項に基づき同州におけるスロットマシン賭博の導入を決定した。マーチン・オーマリー知事はこの賭博許可について州の予算、教育資金、州の競馬業界にとって有益であると発表した。 2009年9月28日、州政府はオーシャンダウンズの競馬場に最高800台のスロットマシンの設置を認可する最初の免許を発行した。今後、この競馬場を含めた同州の5つの軍にスロットマシンと爆口が開設される予定である。この5つの軍のうち2番目の候補地として、 セシル軍が名乗りを上げており、ボルチモア氏はこの賭博施設設営のため410万ドルの予算配分を行った。大手カジノ業者、ペン、ナショナルゲーミングとの協議によって1500台のスロットマシン設置が計画されている。アナランデル軍では、娯楽業者、コーディッシュ社がアランデルミルズモールに4750台のスロットマシン設置を計画しているが、衆議会は、 慎重な姿勢を見せている。ボルチモア軍では業者が複合し、計画が遅れている。彼らはボルチモア・レイブンズの本拠競技場内に火事の開設を求めている。アナランデル軍の未編入領域派ノーバーに本部を置くメリーランド州交通省が各種管理レベルの機関を通じて州内の交通を監督している。ボルチモアに本部を置く独立系の メリーランド州交通公社が州内8カ所の有料施設を維持管理している。州内の主要都市と道路州内を通る週間高速道路は延長110マイルの95号線があり、州北東部から入り、ボルチモア市を通り、キャピタルベルトウェイの東部に合流して、ウッドロー・ウィルソン記念橋に向かう。68号線は州西部とハンコックという、 小さな町で70号線をつなぐ延長81マイルである。70号線はハンコックの北ペンシルベニア州から入り、ボルチモア市まで93マイル走り、道中でヘーガーズタウンやフレデリックをつなぐ。83号線は延長34マイルでボルチモア市とペンシルベニア州南中部をつなぐ。間高速道路81号線も11マイルが州内を通り、 ヘーガーズタウン近くを抜ける。97号線は、アナランデル群に全体が入る、一桁あるいは二桁の、週間高速道路として2番目に短いものであり、ボルチモア地域とアナポリス地域をつないでいる。補助的な週間高速道路もいくつかある。その中の2本は、主要都市を環状に回るものである。695号線、マッケルディンベルトウェイは、ボルチモアを取り巻いている。 495号線、キャピタルベルトウェイは、ワシントン DC を取り巻いている。270号線は、フレデリック地域と、北、バージニア、コロンビア特別区、ワシントン DC の北西郊外部をつないでおり、主要な通勤道路であり、場所によっては14車線がある。270号線とキャピタルベルトウェイはどちらも、渋滞が激しい。しかし、インターカウンティコネクター、 逆号 ICC が渋滞をいくらか緩和できると期待されている。ICC の建設は、前知事、ロバート・アーリックの選挙公約で主要部だった。アーリックは、州知事を2003年から2007年まで務め、後継者のマーティン・オマリーも同じ公約を掲げている。595号線は、アメリカ国道5 5号線及び同301号線と合流し、 国内でも、表示のない週間高速道路として最長であり、プリンスジョージズ軍とワシントン DC、アナポリスをつなぎ、チェサピーク湾橋を介して、東海岸部に渡る。チェサピーク湾橋、東海岸部と西海岸部をつなぐ、リゾート地のオーシャンシティに行く観光ルート州内には2号線から999号線まで、付けられた修道の体系もある。ただし、 番号の大きな修道は、表示がないか、比較的短距離である。主な修道としては、2号線、4号線、5号線、32号線、45号線、97号線、100号線、210号線、235号線、295号線、355号線、404号線、650号線がある。州内最大の空港は、 ボルチモア・ワシントン国際サーグッドマーシャル空港である。1950年に建設された時はフレンドシップ空港と呼ばれ、2005年にボルチモア生まれでアフリカ系アメリカ人初の最高裁判所判事になったサーグッドマーシャルの名前が付けられた。商業便がある空港としてはヘーガーズタウン地域空港とソールズベリー地域空港がある。 ワシントン DC 郊外では、北バージニアにあるロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港とワシントン・ダレス国際空港が利用できる。カレッジュ・パーク空港は1909年に設立された国内最古の空港であり、現在も利用されている。ウィルバーライトがここで軍隊飛行士を訓練した。エリコット・シティ駅、ボルチモアオハイオ鉄道では最古の現存する乗客駅、 この路線は CSX トランスポーテーションが使用しており、駅は博物館になっているワシントン DC とボストンを結ぶ北東回路を走る高速のアセラエクスプレスなどアムトラックの列車がボルチモアのペン駅、BWI 空港駅、ニューキャロルトン駅、アバディーン駅に停車している。さらにロックビル駅とカンバーランドにはワシントン DC とシカゴを結ぶアムトラックの キャピトル・リミテッドが停車する。ワシントン首都圏交通公社のメトロレール高速鉄道とメトロバスのバス体系がモンゴメリー軍とプリンス・ジョージズ軍で運行し、ワシントン DC とを結んでいる。急行メトロバスは BWI 空港とを結んでいる。メリーランド州交通省の機関であるメリーランド交通管理部も州内の交通網を提供している。ボルチモア市に本部があり。 州中部と東海岸部や南部の一部をつないでいる。ボルチモア市のライトレールとメトロ地下鉄は人口の多い都心部と郊外を結んでいる。メリーランド交通管理部はまた市及び郊外部と地方バスとをつないでいる。その通勤バスはワシントン DC とボルチモアから州中部及び南部や東海岸部をつなぐ長距離路線も運行している。マークと呼ばれる。 通勤鉄道は3本の路線を運行しており、すべてワシントンのユニオン駅を発着点とし、ボルチモアのペン駅、カムデン、ペリービル、フレデリック、ウェストバージニア州のマーティンズバーグ各駅までつないでいる。さらに多くの郊外軍が独自のバス体系を運行し、メリーランド交通管理部やワシントン首都圏、交通公社の補助的な役割を果たしている。貨物鉄道は、 二つの一級鉄道と、いくつかの小さな地方鉄道会社が運行している。CSX トランスポーテーションが州内に総延長560マイルの広範な鉄道網を持ち、続いて、ノーフォークサザン鉄道がある。大きな総車場がボルチモア市とカンバーランド市にある。インターモーダル輸送の駅はボルチモア市にある。チェサピークデラウェアンガは、 東海岸部にある長さ14マイルの運河であり、デラウェアガートチェサピーク湾、特にボルチモア港をつなぎ、この港の船舶の40%が利用している。州内最大の大学であるメリーランド大学カレッジパーク港の記念礼拝堂公立の初等中等教育はメリーランド州教育省が監督しており、ボルチモア市に本部がある。州教育部門の長は、 州教育監督官であり、教育委員会が指名し、任期は4年間である。州議会は監督官と教育委員会に対して、教育関連の判断については裁量権を与えており、公共教育の日々の機能には、干渉を制限している。各軍とボルチモア市には、地方教育委員会があり、公立学校の運営と特別な管理を行わせている。 州の教育予算は2009年で55億ドルであり、州の一般会計予算の約40%に相当している。州内には幅広い私立の初等中等教育学校がある。これらの多くはカトリックの教区学校、クエーカー、セブンスデイアドベンチスト教会、ユダヤ教など様々な州派に属している。2003年メリーランド州法が変更され、 公的資金によるチャータースクール創設が認められた。ただしチャータースクールは地方の教育委員会に承認されねばならず、団体交渉法など教育に関する州法の適用を除外されない。2008年、州は飛び級試験に合格する生徒の比率について全軍を指導した。2008年5月の試験では23.4%の生徒が合格した。これは、 メリーランド州がその栄誉を得た最初の年になった。この成績で州内の3つの高校が国内百欠に入った。州内には歴史があり著名な私立カレッジと大学が数校あり、中でも1876年に設立されたジョンズ・ホップキンス大学はボルチモアの事業家ジョンズ・ホップキンスから認可を得たものである。 州内初の公立大学はメリーランド大学ボルチモア校であり、1807年に設立され、メリーランド大学システムの中では唯一、医学校、ヒューマンサービス、法学校が入っている。7つの学部と大学院で、州内の医師、看護師、歯科医師、弁護士、ソーシャルワーカー、薬剤師の大半を訓練している。州内最大の大学は、 メリーランド大学カレッジパーク校であり、1856年にメリーランド農学カレッジとして設立され、1864年には公立のランドグラント大学となった。1866年に設立されたタウソン大学は、州内第2の大きさの大学である。ボルチモア市にはメリーランド芸術カレッジがある。 公立大学の大半はメリーランド大学システムに入っている。モーガン州立大学とセントメアリーズ、メリーランドカレッジという二つの州立機関、及び健康科学統一サービス大学と海軍兵学校という二つの連邦政府機関はメリーランド大学システムに入っていない。アナポリスのセントジョンズカレッジとチェスタートンのワシントンカレッジはどちらも私立であり、州内では 最古のカレッジであり、国内でも最古クラスである。その他の私立大学として、マウントセントメアリーズ大学、マクダニエルカレッジ、フットカレッジ、スティーブンソン大学、ロヨラ大学メリーランド校、グーシャーカレッジ、ソールズベリー大学がある。オリオールパークアットカムデニアーズ。ありがとうございます。